アトミックの吉岡裕太です。今回はレッドスターシリーズを紹介したいと思います。ターボテックが搭載されたレッドスターアイモデル、安定感とスムーズなターンを導き、キャンバー構造とは思えないほどの高密な軽快なコントロールを発揮いたします。また特別な素材を使うことによって日本の雪質に合いやすく、また大幅に軽量化が実現されました。またサイドウォール素材を従来よりレッドサイドウォールに変更することによってさらに進化を遂げました。はい、続いて S9i Pro に説明をさせていただきます。こちらのモデルは昨年と違ってサーボテックが搭載されております。また去年は白いサイドウォールでしたが、今年は黒いサイドウォールに変更になっております。この2つが搭載されることによってレーシングモデルよりの高い安定感と走りが特徴のモデルとなっております。